私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。郡川清さんを起用した紅白キャンペーンを継続し、新年早々から集客を図ります。チキン好きで商品開発チーム加入2億。ファミマシーツのロゴがついたデザートを2個買うと、30円引きに250円以上のアイスがどれでも2個で100円引きになるお得なセールも展開。年末年始限定の紅白蒸しパン135円や紅白ロールケーキ138円など開運にちなんだ4商品も発売された。郡川さんはファミマにメッセージを寄せ、近くに2店舗ファミマがあるので、どっちも行っています。夜遅くに行くこともあるのですが、深夜にも店員さんが一生懸命頑張っていて、礼儀正しく働いていらっしゃるので、店員さんとよくお話しています、と明かした。さらに、チキンはファミマじゃないと食べないというくらいファミマのチキンが好きです。ダイエットしたい時には、蒸し野菜と鶏をスライスして食べています。こだわりがあるので、商品開発チームの仲間に入れてほしいです。と意欲を語った。平成12年のデビュー以来、紅白に23年連続で出場するなど活躍してきた氷川さん。歌手活動を休む間、ファミマと組んでコンビニ業界に変革をもたらせるか。演歌界のプリンスの進化から今後も目が離せなくなりそうだ。おみくじクーポンにメッセージ、紅白カラーでウサギに変身。キャンペーンは昨年12月26日から始まり、今年1月9日までで、清し尽くしのサービスが楽しめる。新春おみくじクーポンは、ランダム抽選でもらえるレシートに運勢に応じて割引額が印字される仕組みで、大吉が100円、中吉が30円、小吉が10円。いずれも郡川さんのメッセージが付き、100円以上の買い物で1会計あたり1回だけ使用できる。キャンペーン最終日の9日まで発券し、16日まで商品と引き換えられる。郡川さんのブロマイドは、店舗内のマルチコピー機サービス、ファミマプリントで9日午後11時59分まで販売する。紅白のラストステージで郡川さんは金色に輝く衣装とアイシャドウを施した派手なメイクで、不死鳥をイメージした巨大なセットに乗って登場したが、ブロマイドでは縁起のいい紅白カラーの衣装に身を包み、令和5年の干支のウサギに可愛らしく変身。新年にふさわしく、爽やかな笑顔を見せる。郡川さん本人も出来には満足したようで、自身のインスタグラムで、自分で、可愛いってつぶやきました、と報告。L 半で全6種あり、価格は各300円だ。キャンペーン期間中は、郡川さんの出身地福岡県にある23店舗限定で、オリジナルフォトスポットを設置。郡川さんのフォトパネルと記念撮影ができる。令和4年を締めくくる大晦日の第73回 NHK 紅白歌合戦で20年以上にわたる歌手活動に一旦区切りをつけ、リフレッシュのため休養に入った郡川清さん。紅白では限界突破サバイバーを熱唱後にまた必ず帰ってきます。と宣言したが、ファミリーマートは全国約16,500店舗で郡川さんをイメージキャラクターに起用したキャンペーン年末年始はファミマで開運を開催中だ。総額1億5000万円分が当たる新春おみくじクーポンを実施するほか、郡川さんのブロマイドも販売。年が明けても郡川さんの人気にあやかり、客がオンプズンズンズンどこと店舗に押し寄せる清し効果を期待する。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。